ウィーンフィルニューイヤーコンサート2016はウィーンフィルハーモニー管弦楽団による2016年のニューイヤーコンサート。指揮者はマリス・ヤンソンスが務めた。2016年は今なおオーストリア国民に親しまれる皇帝フランツヨーゼフ一世の本御から100年目にあたる。そのため皇帝演舞曲がプログラム上に取り上げられた。また、 シュトラウス三兄弟のマッテイエドアルト・シュトラウス一世の没後100周年でもあることから彼の作品が例人よりも多い2つ取り上げられた。その他特筆すべきはロベルト・シュトルツとエミール・アルトとユフェルの各曲がニューイヤーコンサート史上初めてプログラムに取り上げられたことである。シュトルツの国連行進曲は第1回国連総会が ロンドンで開催されてから70年目に当たることを記念して取り上げられた。なお、初登場の作曲家としてはもう一人、ヨーゼフ・ヘルメスベルガー1世の名が挙げられるが、彼に関しては、すでに息子であるヨーゼフ・ヘルメスベルガー2世が、これまでもしばしばプログラム上に取り上げられている。印の八曲は、初登場作品。ありがとうございます。